さて続いては、中ムーの写真撮らせてもらえませんかです。私中村が街中を歩きまして、街で出会った人に写真を撮らせてもらうというコーナーです。はい、今回は街で見つけたアメリカです。アメリカ、福井市新保町にやってきました。はい、今日はここで何かを探してみます。なんだこちらの上り旗見てください。ランチ、テイクアウト、真ん中にアメリカの国旗でしょうか。本当だ。カフェ&ダイニング、リゾートスタイル、なんて読むんだろう。え、すごい、なんか立派なログハウスですかね。うわ、すごい南国感漂ってますよ。いろいろな看板がネオンかけてあるんですかね。ウェルカム、海を感じさせるお店でありました。なんかすごく気になるんですけれども、こちらもベンチですかね。どう見てもあのサーフィンの板に見えるんですけれども見えます、なんか手作り感満載です。すごいな。ちょっと声かけてみましょうかね。こんにちは。あ、 FBC テレビ、はい、お邪魔ってるなんですけれども。あ、どうも突然ごめんなさい。いやいやいや、歩いてたらすごく目立つ看板があったんでちょっと来てみたんですけど。ありがとうございます。もしよかったらちょっとお話聞かせてもらえませんか。はい、あ、全然大丈夫です。あ、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。笑顔で素敵なことでニコニコです。こちらって何のお店なんですか。ですね、一応用途的にはランチとかカフェもできますし、で、夜になると、まあ、ダイニングバーみたいな感じでやっております。そうですか。はい、いいですか。失礼します。あ、こんにちは。あら、こんにちは。息子です。息子さん、はい、こんにちは。いいタイミングで出てきてくれました。かわいいです。今入ってすぐに。あ、そうですね、ハンモックとかも。ハンモック、これが一応うちの待合室です。待合室、ハンモックに揺られながら、はい、待っててもらうっていう。乗れるけど。乗ってもらいました。おー、すごい。いい時間だ楽しそう。ねえ、カメラ目線もいただきましたよ。なんかあの手作り感すごいなと思うんですけど頑張りました。え、頑張ったってことはご自身で。そうですね、そのデザインとかも自分でコツコツ DIY で。すごい、すごい。あ、こちらが、あ、席になってるんですね。そうですね、カウンター席で、イメージ的にはメインの、はい、ブルーが、はい、海で、でこちらがビーチみたいな。ビーチですよね。カリフォルニアの西海岸リゾートをイメージして、はい。海外にいらっしゃったんですか。いや、そうではない。そうではない。そうではないですね。逆に海外に行けない時代でもなってきてると思うんで、はい、でもうそんなやったらもう自分で作っちゃおうと。カリフォルニアで修行されたとか。そんなんじゃない、すみません。すごく自分でもう、ウェブで調べてイメージを膨らませて、なんぞこの想像力がすごい一番人気のメニューは何ですか。キューバサンドイッチ。なんかもう写真を見るだけでも美味しさ伝わってきますもん。おー、いいですか。階段がありますね。あ、そうですね。2階もあるんですか。そうなんです。おー、一番見てほしいのが、一番人気席と なってるのが2階の。あ、そうなんですか。席でございます。2階も席なんだ。はい、ぜひどうぞ行ってみてもいいですか。はい、急な階段ですね。はい、うわー、すごい。え、あ、ソファーがありますね。ソファー席になってます。へー、完全プライベートルームみたいな。誰かのお家に遊びに来させてもらったかのような。そんな感じで。あー、すごい。こちらホームパーティーとかもできるので、自由に飾り付けも OK です。自分たちの空間で。わー、すごい。あと、なんか私も本当に今リラックスしちゃってますね。はい、もう全然もうリラックスしてください。もう皆さんリラックスしてるんで、こう厚かましくもちょっと座っちゃってますけどもう寝っ転がるのもありですね。周りもおしゃれだ。座りやすいですね、すごく。サーフィンもされるんですか。そうです、昔やってまして、今はちょっと行ってないんですけど、あの入り口にサーフィンの板を使ったようなベンチがあったと思うんですけど、はいはいはい、さっきありましたね。これも本物のサーフボードです。ここに座って写真撮るのもあり、はい、うん、あ、いいですね。あアロハですか。アロハ。ノリノリで答えていただきました。ね、海外にいるような写真。人気ナンバーワンのキューバサンドを注文します。どうぞ。おしゃれですね。うわー、すごい。とセットドリンクのサンタモニカですね。サンタモニカ、ノンアルコールカクテルです。この水色とこちらの店名の水色は合わせようとしたんですか。
まあ一応海が広がってますね。シアンって言ったらもうこの色と覚えてもらえれば。なるほど、はい、水色のシアン。そうです、わかりました、バッチリ覚えます、はい、ありがとうございます。写真映えしますねこれね。キューバサンドもこの断面がすごいですね。何が入ってるんですか。ローストポークと、トマト、ピクルス、チーズ、はい、じゃあいただきます、はい。ケチャップソースもおしゃれに、ね、持ってますね。どれをつけようかなって迷っちゃいます。あ、美味しそう。いや、とってもサクサクで、うん、美味しいですね。鼻に抜けるような香りがするんですけど、はいはい、何の香りですか。柑橘系のマリネのソースに漬け込んであるんで、それがスッと抜ける感じで。さっぱりしてるんですよ。そうなんですよ。本当にさっぱりとした香りも楽しめて、はい、いや、そしてこの鮮やかな水色のドリンクもいただきます。サンタモニカです。ストローも水色だ、ね、夏にぴったり。とにかく爽やかです。炭酸がもうすごく気持ちいいです。この水色もね、綺麗で映えますよ ね、どこから撮っても素敵な写真になりますね、うん、そうなんですよ。最後に自慢のカウンターで1枚です。はい、2人ともいい笑顔を見せていただきました仲良しショット、ね、本当にこのお店だけカリフォルニアの風が吹いてました本当です ね、ちょっと異国の地に足を踏み入れたような、日本じゃないみたいな感じですね、うん、さあ写真こちらカウンターですね。これがあの海と砂浜を意識してるんですね、とてもおしゃれですよね。おしゃれおしゃれ、そして、マスターと息子さんです、うん、すごい手作りっていうのもね、すごいなと思いました。あと2人の仲の良さも伝わってきますよね。はい、さあ中ブーの写真撮らせてもらえませんかは FBC 公式 YouTube チャンネルで見逃し配信をしています。ぜひそちらもご覧ください、はい、さあ来週は鯖江市で見つけた理髪店、その名も下手な髪結い館、うん、名前に惹かれて突撃してきました何でしょう、気になりますね。ぜひぜひご覧ください、はいはい、中ムーの写真撮らせてもらえませんかのコーナーでした、はい。